1159年数学者バースカラは水銀を含む回転輪を設計した輪が回転すると同時に水銀が各区画の底に流れて輪の片側がもう片側よりも常に重くなるその不均衡のために輪が永久に回り続けるというものだこれは初期に設計された永久機関で 外部からのエネルギーなしで無限に働き続ける装置といえる回転に必要な風を起こす風車とか自ら電気を供給する電球を想像してほしいこうした装置は発明家にとってエネルギーと人間の関係に革命を起こす夢の発明だったその完璧に効率的な仕組みに 人類を含めて永久機関を作ることができれば生命の永久維持も夢ではない。問題は実用化できないということ。永久機関のアイデアは熱力学の基本法則を解決しないからだ。熱力学は異なる形のエネルギー間の関係についての物理分野だ。熱力学の第一の法則はエネルギーが創造も破壊もされないこと。 投入した以上のエネルギーは作れない。永久期間の実用化の壁はここだ。消耗するのと同じだけのエネルギーを生まなければいけないからだ。つまり、車や電話を充電する動力が残らない。では、装置を動かし続けること自体を目的にするならどうか。多くのアイデアがあった。バースからのアイデアから派生して回転するボールや重量を加えた振り腕で、 不均衡を保つというものもあった。どれも実用化されていない。輪の片側を重くするための可動部品が輪の質量中心をずらしてしまうからだ。質量中心が下がると輪は振り子同然に前後に揺れて停止する。17世紀のロバート・ボイルは自己吸水鉢のアイデアを残した。 つまり、毛細管現象だ。液体と表面の引力により、水は毛細管に引き上げられ、巡回し続けるのではないかと考えた。でも、仮に毛細管現象が重力に勝って、水を引き上げるなら、同じ理由のために水が鉢に落ちて戻ることもない。傾斜を利用した磁石のアイデアもある。ボールは磁石で上に引き上げられて、 穴を通って落ちる。このサイクルを繰り返すのだ。これも自己吸水鉢と同様に機能しない。磁石が上でボールを止めてしまうからだ。仮に動かし続けることができたとしても、いずれ磁力が弱まって動きが止まる。どの装置も動かし続けるには、仕組みを動かし続けるための追加のエネルギーを生む必要がある。 それは熱力学の第一の第法則にに反するることになる動き続けているように見える装置があればそれは実は外部かからら常にエネルギーを引き込んでいるからだ仮に熱力学の第一の法則に反しない永久機関を発明できたとしても次は第二の法則のために現実の世界では機能しない。第二の法則はエネルギーは摩擦のようなプロセスにより拡散されるというものだ。 実際の機関には可動部品が伴う。あるいは空気や液体との相互作用で真空状態でさえわずかな摩擦や熱が生じる。この熱の正体は逃げていくエネルギーだ。エネルギーは放出され減少し続けてやがて機関自体が停止する。今までのところ熱力学の2つの法則により永久機関、つまり 完璧に効率的なエネルギー生産の夢は阻まれている。でも宇宙には未知のことがまだあるのだから永久機関は絶対に発明できないとも言えない。物質の新しい形を発見するかもしれない。熱力学の法則を見直す時が来るかもしれない。極小量子レベルでの永久機関は可能かもしれない。今言えるのは 私たちは決して諦めないといとと。うこ今は私たちの追求心だけが真に永久的と呼べるのだから世界中ののエンンジニアリングの偉業を調査し続けたいですかピサの斜塔が傾いているのはなぜかこのビデオで確認してくださいチャンネルに登録して追加のアニメーションをお見逃しなく <music>